はい、皆さんこんにちは。今日はアトランティカ動画を久々にお送りしたいと思います。いつもはですね、ゆっくり動画ということでアトランティカの攻略情報等々お送りしていたんですが、今日はちょっと趣向を変えてアバターを用意しましたんで、自分のまあリアル生ボイスじゃないんですけども、そちらで声でお送りしたいと思います。で、今日のテーマですね、こちらのリニューアル運試しのゴフパックというのが今現在アトラン日和が開催されておりまして、まあ、こんな感じでダイアリーボーナスも3倍になったりしてるんですが、そのアトラン日和の期間に限定してこちらの運試しゴフパックが購入できるということで、こちら課金アイテムなんですよね。で、このショップっていう右側のアイコンをクリックして、アトランティカの課金ショップに行ってお金を払うと買うことができると。で、お前無課金クソ野郎なんだから課金してこのアイテム買うことできないっしょみたいに思う人いるかもしれないんですけども、こちらのアイテムは他の人が課金して他のユーザーにプレゼントで送信するみたいなことができないらしいんですよね。で、当然買ったものを市場に登録するなんてこともできませんので、もう完全に無課金クソ野郎は手に入れることができないアイテムということなんですが、この度私アトランティカに初めて課金させていただきまして、こちらのゴフパックを買ってみたと。なんでそんな気が変わったのっていう話になるんですけども、ちょっとここならっていうアトランティカの情報をさらにいろんな媒体に発信しようっていう試みをしてるんですけども、そちらの売り上げはそれなりにありまして、まあお金儲けのために当然やってるわけじゃないんですけども、そのお金、まあ例えば3000円とか、自分のポケットマネーにして、うなぎ食ってうめえよみたいな感じのツイートしても、みんなに叩かれちゃうと思うんですよね。なので、せっかく手に入れた、まあ募金していただいたという感覚に私は近いんですが、アイテムをこういったアトランティカの課金アイテムに還元して、そちらの、まあ、開けてみたとか、こんなアイテムあるんだな、みたいな商品紹介じゃないですけども、情報に役立てればな、ということで、今回チョイスしたのは、このリニューアルの運試しゴフパックということになります。それでは早速、開けてみます。これ、1日1個しか買えないので、今3つあるんですが、3日分、たまたま溜まってるっていう感じで。で、アトラン日和って7日間あるんで、全部で7箱買えるんで、1箱20出てくるんで、2、7、14で140枚ゲットできるということになります。まあ、今日は3日分なんで、60枚開けてみたいと思います。で、この運試しリニューアルゴフパックは、まあ、簡単な仕様になっているんですが、右クリックすると、こんな感じでルーレットが回って、で、次の第2段階のゴフに変わっていくと。これ、たまたま、このハズレを引いちゃうこともあって、まあ今のところまだ当たってるんですけども、ハズレが出た場合は、アトラスの原石とか、まあむしろハズレじゃなくて当たりなのかもしれないですけど、アイテムに変わってしまうんですよね。その場合は、次の段階に進むことができないので、残念でしたということで、どんどん数が目減りしていくという仕様になっております。で、1段階から2段階にこの行く成功率っていうのが約 90% に設定されているようで、公式の方でもその成功率リストみたいなのは発表されてますので、まあ、ほぼほぼここでは失敗しないと。ただ 90% ってことは10枚に1枚が失敗でアイテムに変わっちゃうんで、今もう14枚成功してるから、その失敗1割を引かないで、かなりの継続率、もう、今失敗しましたね。これ失敗すると、こういったアトラスの原石であったり、女神の生命水であったり、他のアイテムに変わってしまうと。ただこの初期の段階でなるべく失敗しないで、次の2段階、そして3段階、4段階って進めていくのが、このゴフのゲームの肝になっていると。今出ましたね。これ一番最悪なパターンで、女神の生命水になっちゃうって、まあ、大外れってやつね。まだアトラス、今またアトラス増えましたね。これまた、今失敗してゴフが減ってったの。アトラスの原石になった方が使い道があるんで、ただこの1段階でアトラスの原石1個とかもらったところで、もう、その役にも立ちませんので、なるべく失敗しないでもらいたいと。だ60枚あるから、確率上は6回失敗するってことですね。まあ、今3回もう失敗しちゃってるんで、30枚まだ
クリアして3回なんで、まあ、ほぼほぼ確率通りと。運の悪い人はもっといっぱい女神の生命水になったり、アトラスの原石になっちゃったりするという、もう地獄のようなゲームですね。で、これ2段階目に、次、まあ、これ全部やり終わったら開けるんですけど、今度2から3になるときは、成功率 80% ということで、まあ約失敗 20%、2割、このアイテムに変わっちゃうっていうことで、それが段階が上がっていくことに、2から3、3から4とか上がっていくたびに 10% ずつ確率が減っていくということで、あ、今、4回目ですね、これ。4回目の失敗。さあ、6回まで失敗していいから、あと2回ぐらいは負けても OK。で、今ちょうど40倍ぐらいなんで、確率通りぐらいの勢いでいってる感じです。あ、また失敗しました。5回目。もう確率下回っちゃってますね、これ。これ以上負けらんない戦い。あと1回負けたらもう絶対負けらんない状態になります。ただ、自分、この動画撮る前に、まあ、何日か3日分ぐらいかな。ちょっとやってみたけど、まあ、だいたい割かし、確率通りの感じに進むんですよね。逆に、確率が収束するということで、初期の段階で負けておけば、後の方に勝てるのかって言ったら、まあ、そうでもない感じがするんで、なるべく最初の方で無駄にご不安、損耗させないで、次のステップに行った方がいいと思います。さあ、51枚いけるかな ?51 枚いきましたね。9枚。6回しか負けちゃいけない戦いで、9回負けたんで、3回ぐらい多めに負けて。じゃあ、このまま、あ、ちょっと分かりにくくなっちゃうんで、この今ゲットしたアイテムは別のとこにちょっと移動させておきましょうか。で、最後に合計いくつ増えましたよっていうのを見たいと思います。さあ、51分のいくつになるか。成功率 80% の失敗率 20% です。あ、もう早速負けましたね。で、次の2段階目はアトラスの原石のゲットできる数が2個に増えるんで、まあ、1も2もあんま変わんないんで。これは段階が進めば進むほど、個数が増えていくと。だから最後の方、もう8段階目とかで負けると、一気にもう100個ぐらい増えちゃうっていう。ちょっと正確な数覚えてないですけど、めちゃめちゃアトラスの原石がいっぱいもらえるんで、このアトラスを増やすためだけに5分を買ってるって方もいらっしゃるみたいですね。そのアトラン日和の楽しみということで。だいたい3000円ぐらいで買えると思いますんで。ここの戦いは50枚約回すから、2回ずつ負けて、2号の10、10回ぐらい負けるかってことになりますね。普通にやったら。ただ、その負けをなるべく少なくして、次の第2関門をクリアした精鋭たちを、たくさん次の関門に連れていきたいと。9回負けたのか、もうあと1回負けたら、うまく9回で済んだんで、プラス1回ぐらい、さっきの負けちょっと取り戻したぐらいの感じですね。さあ、このアイテムを、ちょっと移して。さあ、次は42枚、スタートの、第4段階チャレンジです。こちら確率が、70% で失敗率が 30% になりますので、40枚あったら、3,4,12 の12回ぐらい負けてもおかしくないよっていう感じですね、大体。ただ、もうすげえ勢いで負けてるよ。3回ぐらい負けてるよ、多分。余裕で負けくれて、黄色アトラスになっちゃってる。今回負けると4個ずつ増えてくみたいなんで、もうすでに5回負けてるってことですよね。負けすぎでしょ、これ。このアイテムなんですけども、当時、アトランティカの、バン祭りっていうのがありまして、その時にキャラクターベリーサなんですけど、作ってリセットして作ってリセットしてってやると、キューブがもらえるっていう、なんかすげえイベントがあったんですよね、お祭りが。その時に5分アイテムも一緒にもらえるみたいな感じだったんで、その時に自分はこの5分アイテムゲットして開けたりしたことはあるんで、まあ大体の仕様は理解してるんですけど、その後は課金アイテムになっちゃって、ずっと縁遠い生活が続いてたんですが、まあだから久々に今回、これを開けることになりますね。42枚スタートだったのが、25枚になったんで、で、3、12枚負けてよかったから、本当だったら、29枚残ってなきゃいけないのに、4枚ぐらい多めに負けちゃったってことですね、これ。かなりペース悪いですね。どっかで確率収束して取り戻すことできんのかな?では次、60% 成功の、40% 負け。第5段階へ、ゴー。もう25枚スタートしたから10回ぐらい負けてんのか。これ勝って10回。
10回負けましたね。まあ、だいたい4割負けなんで確率通りって感じなのかな。6段階で見ましょう。まだ15枚あるから余裕ありそうなんで。これがもう 50-50 ですね。50% 勝ちの 50% 負け。だ15枚あったら、まあ、7枚ぐらいできたらいいからぐらい。8枚できたら勝ち。理想8枚な、絶対無理じゃん。あと1回しか負けらんない。うわ、もう負けらんない。これあと全部成功しないと。理想8枚いけないからね。お、6枚いった。7枚いけ、7枚。おし、7枚。これ勝てば理想の8枚。女神ですよね。わかります。ゼロってことはないでしょう。7いった。7。うわ、7いかね。これもう確率、成功率 40% だから、だいぶ少ないですからね。うわ、全然勝てない。うわぁ。7段階しかいけない。2枚しか残んないの。それはきつすぎでしょ。これ下手すっとここで全滅の可能性出てきますね。ただ負けると、ここでもう100個とかアトラスもらえちゃったりするんで、まあ、この辺で負ける分にはまあいいんじゃねえかなぐらいの感覚で、このアトラスを買いに来たと思えば、5分は安上がりなのかなと思います。それでは8段階チャレンジ、行ってみたいと思います。お願いします。うわぁ、これ一番最悪のパターン、女神戦とかね。まさにゴミっすからね。頼むよ、1枚ぐらい。うわぁ、全滅しました。交換アイテムちょっと見てみましょうか。1段階のやつを何枚か集めると、他の5分4段階に変えるとか、そういう機能もあるみたいなんですが、基本的にはこのアイテム、星の人がいろんなアイテムと交換していくって流れになると思います。で、さっき言ってた、7段階で、イボ引いた場合、今全滅しちゃったんですけど、自分はここまで行けたんですよね。7段階抜けたらジュピターの煩悩。でも、はっきり言うこのジュピターの煩悩なんて、ゲーム内の、オリンポスの塔行けば、もう山ほど手に入るんで、ここで交換する人は、まあ、相当情弱か、何も考えてない人で、ほぼほぼいないと思うんですよね。だから、自分は7では止めないで、次8、チャレンジしたんですけど、ここまではたどり着けなかったの。ここで、レオ ACA アクセサリーのセット箱と交換できると。まあ、よく言うんだったら9段階で萌えイヤリング。これはアーサーとかつけると経験値上がりますし、まあ、ブレスレットも9段階で。まあ、ここまではちょっと頑張りたいよねっていう感じですよね。で、大体の人がこのタイダの精髄箱っていうの、これ開けると100個精髄出てくるんで、ここを目指してやって、おそらくここで、もうこっから先は天文学的な数字じゃないと勝てないんで、タイダのノーマル選択箱とか、政治150とかいろいろあるんですけど、このマジックセレクト箱なんて、神じゃないと絶対たどり着けない領域なんで、まあおそらくはこの政治と交換してるんじゃないかなと思います。まあ、ちなみにこのタイダのノーマル選択箱なんて、別に市場で探せば普通に売ってると思いますんで、市場で買った方が全然お得ですよね。あとはタイダダンジョン自分で行って、捨て箱を拾って、あ、売ってねえや。意外と人気商品なんだな。まあ、自分でゲットすることができる、ゲーム内でゲットすることができるアイテムなんで、わざわざこのゴフという課金アイテムを頼ってまで、この11段階目指す必要はないと思うんで、まあ、製造も言うならば、オークションとか、それこそタイダー行ってコツコツ集めることもできるんですけど、100個集めるのって結構大変なんで、まあ、みんなゴフは、それを手に入れるために開けて、あとはさっきの自分みたいに途中で負けてアトラス増えてよかったねみたいな感じのためにやってるんじゃないかなと思います。ということで今日は課金アイテム、アトラン日和だけ限定で手に入るアイテムの紹介をさせていただきました。自分は運が悪かったですけど、皆さん今日見せてどんどん次の段階チャレンジしてみたらいかがでしょうか。またご視聴よろしくお願いします。